こんにちは、ふみです。本日はですね、昨日の動画でアポピス降臨をね、キャプテン翼で攻略したと思うんですけども、まあ、あの後ね、スキル上げをしたくて、どうにか1枚抜きの編成を考えてきたので、それを紹介していこうと思います。リーダーはキャプテンマーベル。そして、こちら相方がドットハオマルになってるんですけども、もちろん羽川翼でもいけます。まあ、ドットハオマルでもいけるかなと思ってやってみてるだけなので、まあ、どっちでも大丈夫ですって感じですね。はい、じゃあ、編成紹介していくと、キャプテンマーベルに、シェリングフォード。これはね、シェリングフォードがいいかなと思ってます。ボスで、ね、スキルが溜まるんですけど、無効貫通。3ターンだし、まあ、3ターンヘイストだし、強いので、まあ、シェリングフォード持ってる人はシェリングフォードおすすめです。で、サブのキャプテンマーベルが、ミニーちゃんの武器ですね。まあ、スキムと、あと L 字。L 字がサブでいないので、ここで L 字を足しております。そして、ウルヴァリンですね。無効貫通役のウルヴァリンで、カンスト、ダメージ上限解放つけております。アシストが、ネイの武器。光ネイの武器。これはめちゃめちゃ優秀です。はい。そして、サブ最後が、バレリアで、まあ、スキブ役ですね。ここはもう完全に。ここはね、吸収の武器なら何でもいいと思うんですけども、まあ、マーベルと相性がいいということで、ベノムの武器をつけております。はい。で、まあ、アポピスはもう、ここは、育成枠ですね。泥鏡ないので泥鏡の武器をつけております。で、あ、そうそう。吸収のとこでリダチェンされちゃうんですけど、アポピスにリダチェンされると、必ず負けてしまうので、アポピスにリダチェン耐性つけてます。で、覇王丸が、豊臣の武器です。羽川翼でも、まあ、豊臣でいいかなと思ってます。で、覇王丸は、アクバキラーが2、ボスに刺さっていきます。ということで、まあ、今日はちょっと後付け実況なんですけども、やっていきましょう。はい、ということで、1回走目。まず、キャプテンマーベル変身させるんですけども、ターゲットが固定された、遅延食らった、はい、キャプテンマーベル、変身させるんですけども、覇王丸だとですね、固定は一応あるんですけど、100万固定なんですね。はい。そうすると、殴ります。はい、真ん中がね、残ります。で、まあ、耐えれるんですけど、次の、2階層目の先制が受けれないので、回復がない時はね、もう、覇王丸使っちゃっていいです。キャプテンマーベル変身してから、覇王丸使って、受けるダメージ、無効化ですね。使って2階層目の先制を耐えていきます。まあね、7万ちょっとあれば耐えれるんで、まあ、回復できたから耐えれるんですけども、だいたいね、回復なくなっちゃうので、覇王丸使っていいです。はい、そして2階層目はロックをされて指を奪われますか？まあ、指は取り返せますね。で、ロックは必ず解除したいんですけど、多分し忘れた気がする。し忘れた気がしますね。はい、してました。あー、繋がってるよ、すごい。はい、し忘れましたと。まあでも、突破できたんで、次の階層でね、解除していきましょう。次の階層がイシスで無効を張ってくるんですけど、無効と 75% 減だっけ？ 75% 減1ターンなんですけど、1ターン目何も行動してこない。あ、違う、行動はするんですけど、ダメージは与えてこないので、もうここはロックに専念しちゃいます。はい。で、1ターン目の行動がお邪魔目覚めと回復減です。回復減ちょっと痛いんですけど、
お邪魔目覚めに関しては逆にありがたいやつなので、まあ、利用していきますと。これ、あ、無効貫通ですね。はい、無効貫通して倒しに行きます。あんまりね、ここはもう長引かせたくないので、攻撃が痛いので結構、ワンパン、2ターン目でワンパンしちゃってください。はい、4回です。4回が吸収ですね。吸収とリダチェン。ここね、リダチェンは、まあ、マーベルだったら、これはめっちゃラッキー。ラッキーだし、まあ、ウルヴァリンでも全然、いけます。で、まあ、バレリアでも、まあ、コンボすれば耐えれる。っていう感じになってます。エアポピスはリダチェン耐性ついてるから、まあ、結局、それでも大丈夫だと思う。ので、バレリアの後ろのイノスケの武器を使って突破していきました。はい。マーベルリダチェンはとっても楽ですね。はい。次は、覚醒無効。覚醒無効はネイの武器を使うんですけど、これはね、マーベルと相性が良くて、二色陣になるので、もうここで、無効貫通しやすくなってます。相当偏ってなければ無効貫通できるはずです。はい、こんな感じでいいっすね。本当はね、まあ一旦ここで無効貫通せずに耐えて次の階層に行けば本当はもっと楽なんですけどね。そう、変えられるリダチェンがちょうど戻るタイミングでこのアメンがサブに行くんですよ。だから、そうした方がまあ楽っちゃ楽なんですけども、ここは、一旦いらない色を消していきますと。そしたら、回復を消せないされるんですけど、2パンすればまあ問題はないので、2パンします。で、ここを結構かけっていうか、欠損、したら削りきれないしいう感じのがあるので、まあ、さっき言った通りリダチェンをねここのタイミングに合わせた方がもっと楽かなって思いますね。はい、今回はたまたま盤面がいい感じにね光がいっぱいできているのでスーパーンしていきましょう。無効貫通の9コンボ、10コンボいった。はい。OK。そしたら、あ、ポッピスで変身！ダイジャーが開口した！こっからはもう、こっからは負けることあんまないですね、逆に。はい、スキルが溜まってくれます。シリングフォードと豊臣の武器が溜まっているので、まあこれはね、普通に豊臣使ってよかったと思うよ。過去の自分に言ってますけど。豊臣また貯めてくれるので半分いったら。豊臣使ってよかったと思いますけど、まあ忘れてたんでしょうね。普通に平積みで殴っていきます。シリングフォードを使うことによって無効貫通も組まなくて削れると。はい。で、若干残りましたので、もう一回、なります。半分切る前のアポピスの2回目の行動は、サブのスキルを貯めてくれますね。ちょっと回復なかったので、ウルヴァリン使っております。いいなぁ、ウルヴァリンってマジでさ、強いんよなぁ。いや、覇王丸が来た時にオアコンとか言われてましたけど、全然使い道違うし、めっちゃ強い。さすが。はい、半分切ったら、アポピスは、再度、リーダー側のスキルを貯めてくれるはず。はい。なので、まあ、フェイスとして、マーベル打って、デバフも返して、まあ、豊臣打ってもいいし、盤面が微妙だったらね感じですかね。普通に無効貫通して行け、頑張れ。
ナイス、ありがとうございました。ということで1枚抜き編成結構楽に周回できますね。50上げなんでスキルが結構大変なんですけども、極連とかで活躍できるのでアポピス、一緒に頑張って作りましょう。私もあと40上げぐらい頑張ります。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。